家庭菜園ライフ。和光市で菜園をやってます下道です。今日は失敗を減らしスナップエンドウを成功させる種まきのポイントについてご紹介していきたいと思います。11月中旬が終わり、いよいよ寒さが増す冬に入っていくと思いますが、11月中旬から下旬といえば大人気のスナップエンドウやサヤエンドウ、グリーンピースなどエンドウ豆の種まき時期となってきました。種まきでやる方が多いと思いますが、スナップエンドウの種まきについては今後の栽培にも影響する注意していただく点などもありますので、そちらをご紹介していきたいと思います。最後にコメントにもご返信していきますので、ぜひご覧ください。では行ってみましょう。それではスナップエンドウとはそもそもどんな野菜かを紹介していきます。スナップエンドウはアメリカから輸入されたエンドウ豆の仲間の一つです。皆さんおなじみのエンドウ、スナップエンドウ、グリーンピース、これらは同じ仲間となります。エンドウは鞘の部分が薄くパリパリっとした食感が楽しめます。スナップエンドウは別名スナックエンドウとも言われますが、スナック菓子のようにサクッと食べれて食感も良く甘みが強いのが特徴です。一方グリーンピースは鞘エンドウやスナップエンドウを大きく育てて豆だけ食べるものを言います。スナップエンドウを大きくしてグリーンピースとして食べることもできますが、グリーンピースという品種も販売されておりますので、豆が好きな方はこのグリーンピースの品種を育ててみてください。今回は人気が高いスナップエンドウを題材としてご紹介していきますが、エンドウでもグリーンピースでもどちらも注意点や特徴は同じです。参考にしてみてください。では種まきのスケジュールや注意点からご紹介します。関東など暖かい場所で育てる場合は11月の中旬から下旬にかけての種まきが有効です。今年は11月の下旬ぐらいに種をまけばうまくいくんじゃないかと思います。この種まき時期についてはスナップエンドウの一つ重要なポイントで、スナップエンドウは冬越しを成功させるかによって多少収量が変わってきます。春に脇芽がどんどん出てくるんですが、最初に出た茎をそのまま育てていけば収量も多くなります。そのためには冬越しが重要で、背丈を15センチ以下にとどめて真冬に突入する必要があります。そうしますと冬越しがうまくいきますので種まき時期が重要です。もし背丈が高くなってしまった場合は厳重な防寒をして枯れない対策が必要になってきます。収穫時期としましては4月から5月ぐらいがピークを迎えると思います。品種としましてはつるなし、つるありという品種があります。つるなしの方は背丈が90センチほどぐらいになります。1メートル以内ですので管理もしやすいので初心者の方にもおすすめです。収量はつるありよりも多少落ちますが、家庭菜園だったら十分な収穫ができますのでやってみてください。一方つるありは2メーター近くまで大きく伸びていきます。ネットなどを使ってキュウリのようにつるを誘引して這わせる必要がありますので管理が少し大変です。その分収量が多いので敷地が広い方や栽培に手慣れている方はおすすめです。やってみてください。それでは種まきのポイントとその後のお世話のポイントを紹介していきたいと思います。まず一つ目です。間隔が狭くにならないようにやっていきましょう。種と種の間隔もそうですが株間も重要で、一穴あたり3粒から4粒種をまきますので種同士が近くならないことと穴と穴が近くならないように注意してみてください。
なぜこういったことに気をつけたいかといいますと、スナップエンドウはうどんこ病にかかりやすく、収穫が終わる直前には必ずと言っていいほどうどんこ病にかかります。株間が近かったり種と種との間隔が近いと絡み合ったり通気性が悪くなったりしますので、病気に感染しやすくなります。特につるありの栽培の方は間隔を広めて植えていきましょう。2つ目、種が深くなりすぎないようにしましょう。一粒一粒が大きいので深く埋めがちですが、深く埋めますと種が腐ってしまいますので、その点は要注意です。3つ目、虫害対策に注意してください。鳥がつつきにやってきますので、種まき後は不織布や防虫ネットを設置しましょう。浅く撒いても鳥の被害に遭いやすいので気をつけてください。最後のポイントです。種まき直後の水やり以降は水は控えましょう。水を与えてしまうと腐りやすいのも特徴です。最初の一度水を与えたら、その後は水やりを控えてみてください。それでは実際に撒いてみましょう。こちらに種まきをしていきます。豆科の野菜ということで元肥は必要ありません。では撒いていきましょう。今日は4粒ほど撒いてみます。間隔をしっかり空けて種を配置して、人差し指の第一関節ぐらいのとこまで約1センチ埋めてください。これより深くとも浅くともいけません。種をまいたら覆土をしまして、しっかりと鎮圧をしてみてください。特に変わった点はありませんので、鎮圧を忘れないようにしてください。先ほども紹介しましたが、種をまいた直後だけは水やりをたっぷりとやってみてください。一気にやりますと流れていきますので、断続的に何回か与えてみてください。最終的に2株だけを残して、2株はだいたい2、30センチになったら間引きをしてみてください。水やりをしたら終わりではありません。このように先ほども紹介したように、鳥が豆をつつきに来ますので、不織布をしっかりとかけてみてください。これは面倒かもしれませんが、忘れずやった方がいいでしょう。不織布が飛ばないように U ピン等で必ず固定をしてみてください。これで種まきと不織布かけを終わりました。あと芽が出てきましたら、水やりをさらに1回ほどやってみてください。それで水やりも終わりです。それではコメントにご返信していきます。こちらのランキングの動画にコメントをいただきました。裏庭を畑にしたんですが、家に囲まれて日当たりがよくありません。玉ねぎは粗雑でしょうか、というコメントをいただきました。普段スーパーで買ってるような大きなサイズにはならないかもしれませんが、小ぶりな玉ねぎでしたら十分収穫できると思いますので、やってみてください。気をつけたいポイントが何点かあり、まず冬の霜柱です。日当たりが悪いと霜柱が大きくなりがちで、なかなか溶けませんので根が浮いてしまう可能性があります。その都度足、手を使って砕いてみてください。2つ目としては防寒です。寒すぎて玉ねぎが弱ってしまう可能性がありますので、ビニールトンネルや防虫ネット、不織布等をうまく組み合わせて栽培してみてください。頑張ってください。今日はスナップエンドウの失敗を減らす種まきを紹介しました。この動画が面白かった方はチャンネル登録といいねボタン押してください。ではまた、バイバーイ。